こちら来て持っててもらっていいです、はい、これそうですそうです、はいはい、それで説明していきますからね。もうちょっとテレビに近づけて近づけて、はい、そうするとですね、もぞもぞ動いてるの分かります？はい、たくさん、はい、あれはうんちの中にある細菌なんです。あで結構動いてますよね、はい、でちょっとこんなに動かないんですよ。だからお腹の中の細菌層がちょっと崩れてるかなと思われます。ただ寄生虫はいないし原虫もいない、はい、ただよく見るとあんまりうんちが固まってるところじゃ分かんないんだけど、はい、ちょっとうんちの薄いところで見るとすごい動いてますよね。あ、はい、そんだけです。はい、じゃあありがとうございます。